15日のヤクルト戦ポイントまとめを行っていきます。このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや観戦ライブ配信を随時配信していますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。この試合は延長12回戦った際、5対5の引き分けに終わっています。まあね、ちょっと勝ってほしかったなという気持ちもあるんですけど、まあよく引き分けで耐えたかなというところもあります。中継ぎ陣よく粘ったと思います。で、カープ得点振り返りますと、初回ね、村上選手のツーランで先制されますが、5回の裏、中村健人選手のライトへプロ初ホームラン、ツーランホームラン生まれました。ナイスバッティングでした。で、さらに菊池選手のレフトへのタイムリーツーベースで逆転に成功しますが、まあ直後、またアンダーソン投手が崩れて3失点した後、まあでもね、またすぐ、松山選手のライトへのタイムリーツーベース、2点タイムリーツーベースで同点に追いつくという展開になりました。まあその後はね、チャンスありながら、凡退するというような形でしたがね、まあよく追いついたかなと思います。6回からね、石山投手投入されて、ヤクルトの強力な中継ぎ陣出てきたんですけど、まあよく点取ったと思います。で、まあ、ターニングポイントというか、まあ、ちょっとね、勝ちきれなかった原因、何個かあるんですけど、ちょっと一つ挙げるとしたら、個人的にはこれですかね。延長10回裏のね、ワンアウト1、3塁からのね、小園選手のピッチャーゴロでしたね。これね、ワンアウト1、3塁で、ピッチャー、木澤投手で、ちょっと今日荒れ気味でした。で、1、3塁のチャンスを迎えて、ここで、絶好調の、小園選手という場面でした。で、しかも、小園選手ね、昨日、木澤投手から、タイムリー打ってるということで、まあ、ちょっとね、期待できたんですけど、まあ、初球、2球目と、シュートをね、ファール、空振りということで、捉えることができませんでしたね。そこでね、まあ、追い込まれたというところで、まあね、なんとか内野ゴロにしたいという小園選手の気持ちがあったんでしょうね。まあ、最後ね、ちょっとね、当てるだけになってしまいましたね。で、当てるだけでピッチャーゴロ、ボテボテのピッチャーゴロ、でもこれもさすがにホームに帰れないというところで、残念ながら、得点に至らずで、次か、田中選手満塁で、凡退というところになりましたが、ちょっとね、ここね、三振でもいいのね、ほんと自分のバッティング信じて打ってほしかったなと思います。追い込まれたのでね、もうほんと最後当てるだけでボール球手出していたので、まあ、小園選手ね、当てるだけのバッティングになってしまうと、ほんととんでもないボールとか、振ってしまって、まあ当てることはできるんですけど、もう全然ダメなので、もうほんと状態がいいので、もう三振してもいいっていう気持ちで、最後までね、自分のバッティング貫いてほしかったなというのがちょっと思いますね。まあ本当、ちょっとね、もったいないかなと。まあ当てるたいという気持ち、チームバッティングというのはわかるんですけどね、ここはちょっと自分のバッティング信じてやってくれたら、あの多分最後のボール球も見逃せたし、まあなんかもしかしたらね、いい結果になってかなと思うんですけど、まあこれはね、たらればなのでね、まあ今日も2本打ってますし、状態は本当にいいと思います。次の試合でね、また期待しましょう。15日ポイントまとめです。まずこれですね。中村健人選手、地元ズムスタで嬉しいプロリ初ホームランということでね、素晴らしいバッティングでした。石川選手のね、外に浮いたシンカーをね、捉えて見事ライトスタンドへ運びましたね。もともと左ピッチャーへ強いというバッターなんですけど、この打席でも、まあ、3-2 とフルカウントから高めに浮いたシンカーを見事、引っ張らずにね、右方向へ打ち返して、で、それがしかもスタンドインするといういいバッティング見せてくれましたね。この試合では1打席目にも石川投手からツーベース打ったり、で、最終回にもね、マクガフ投手のまっすぐツーシームに、まあ、詰まりながらセンター前ポッと入れると落ちるヒットで、まあ、猛打賞というところで、本当にいいバッティング活躍してくれてるなと思います。ここをね、数試合、スタメンで出ると結果をほとんど残してくれるという期待できるルーキーですね。序盤は本当出番なかったんですけど、そこで腐らずしっかりと準備して、で、ベンチでの声出しもすごいというのもあるので、盛り上げ役としても頑張って、で、試合に出てもヒット出て、ヒット打って活躍するというね、素晴らしいルーキーかなと思います。まだまだね、出場機会あると思うので、しっかりこのチャンスでスタメン掴み取ってほしいなと思います。で、続いて代打松山選手、ツーアウトからまっすぐを捉えた同点タイムリーということで、6回ね、2点タイムリーツーベース打った松山選手、久しぶりのね、ヒットだったと思います。チャンスで石山投手から見事、得意ゾーンのね、インローをツーアウトから捉えて、ツーベースということで、本当に良かったかなと思います。で、松山選手ね、ここ数試合はもうスタメン出場もなくて、出場機会が少なくて、まあ、調整もね、難しいと思います。で、しかもね、コロナ陽性というところで、そこでちょっと、まあ、多分練習とかもできていない期間があったので、本当アスリートのね、その練習できない期間っていうのは本当に痛いもので、調子を戻すっていうのは難しいんですけど、で、しかも今年、松山選手ね、開幕してから本当に状態良かったので、もったいないというか、残念でしたね。で、そんな中で、まあ、2軍でもちょっとあんまり試合出てない中で1軍に戻ってきてというところで、なかなかコンディション上げるのむずいと思うんですけど、まあ、そこでよくストレートを捉えて潰す打ったんじゃないかなと思います。まだまだね、代打としても活躍期待されますし、これせなると DH とかでも出るんじゃないかなと思うので、しっかりとバットで貢献してほしいなと思います。で、今日はね、中継ぎが踏ん張って7回以降は無失点リレー、まあ、ファンからしたらヒヤヒヤドキドキワクワクというね、まあ、展開だったんですけども、無失点だったのでね、もう抑止です。抑えればよしですね。本当に今日はね、よく粘ったと思います。
で、田中選手がね、今日はちょっとチャンスで3三振というところで、まあ、ちょっとここはね、残念だったんですけど、まあね、途中から出てる選手で、まあ、3三振、まあ、ちょっと多いんですけど、まあ、ちょっと今日は仕方なかったかなと思いますね。まず、田口投手は左バッターにめちゃくちゃ強いので、で、そこで田中選手代打っていうのもあったかもしれないんですけど、まあ、そこは代打を送らず、で、次のコール投手に対しても、まあ、ちょっとね、そこもね、際どい外のボール判定が、まあ、ストライクってなって、そこでちょっとね、田中選手狂わされたかなというところ。で、最後、マクガフ投手はね、もう最後、めちゃくちゃギア上げてましたね。田中選手のところで。ちょっとあれはもうノーチャンスかなと思いました。で、まあ、ちょっとね、代打もありだったかっていうところで、まあ、結構ね、末金選手出せっていうような意見もあるんですけど、個人的にはね、代打出す場面なかったかなと思います。最初のね、まあ、田口投手のところで強いて言うなら出せたかなと思うんですけど、まあ、でも、昨日、当たりが良くて状態が良かった田中選手が、その今日の1打席目というところだったので、まあ、田口投手に対して、まあ、左バッター強いですけど、まあ、そこで代打っていうのは、あまりね、考えられないのかなと思いました。まあ、結果三振で残念だったんですけど、で、続いてコール投手ですね。コール投手の場面、まあ、ここも末金選手出すっていうのも一つ策だとは思うんですけど、昨日ね、コール投手に対して、末金選手ね、初球のカットボールをね、打ち上げて、凡退してるんですよ。一方で田中選手はまあ7球粘って凡退するというところで、まあ、どちらかというと田中選手の方がチャンスあったかなというところで、まあ、しかもね、選球眼もまあ田中選手の方がまあいいかなというところで、押し出しもある状況で田中選手、そのまま生かせたかなと思います。で、最後のね、マクガフ投手に対してはもう、鋭いスライダーと、鋭い落ちる球があるので、ちょっとね、鈴鹿選手ノーチャンスかなと思いますね。ほんと、ちょっとね、スライダー、外に逃げるスライダーと落ちる球に結構脆さがあるので、ちょっとそこを考えると、まあ、田中選手、でも次も中村翔成選手で、まあ、良かったのかなと思います。まあ、もちろんね、鈴鹿選手期待できるバッターなんですけど、まあ、今の高打率とかは結構首脳陣が、鈴鹿選手の相性のいいピッチャーに対して使ってる、いるおかげかもなとも思うので、まあまあまあ、そこは、まあ、田中選手信じてよかったかなと思いますが、まあ、でもちょっと3三振はね、残念ですね。個人的にはちょっと選球眼がね、悪くなってるというか、マクガフ投手に対してもスプリット、ボール球のスプリット手出しちゃってましたし、そういうところがね、気になるというか、そこをしっかり見逃してくれればよかったかなとは思いますね。はい。で、もう一つね、1番の堂林選手と3番の西川選手が5打数無安打というところで、まあ、これもやっぱり痛いですね。はい。で、菊池選手もタイムリー打ってるんですけど、6打数1安打。1、2、3番が、まあ、16打数1安打ですか。で、15個アウト上げているので、まあ、36分の15個上げているというところで、まあ、これもやっぱりキスですね。やっぱりね、1番から3番上位打線はね、期待できるバッターたちが並ぶので、ここで1本が出なかったっていうのもね、まあ、きつかったかなと思います。で、細かい守備のね、ミスもあったということでね、これもちょっとね、勝ちきれなかった一つの原因かなと思います。マクブルーム選手ね、フィールダースチョイス、まあ、セーフティーバントされて、まあ、ホーム投げたい気持ちはわかるんですけども、あそこはね、しっかり1塁でアウト1個取ってほしかったですね。あれ、アウト1個取ってたら、もう、あの5点目入ってなかったので、3アウトチェンジで、ちょっとそれももったいなかったなというところと、まあ、これはね、分からないんですけど、坂倉選手の判断ミスかなというところで、まあ、まずね、初回ですね、初回、山田選手が内野安打で出たんですけど、それね、ちょっと坂倉選手のね、処理するボールかなと思ったんですけど、琴選手に譲って、まあ、内野安打というところで、もうあそこはね、坂倉選手が俺が行くぞというところで、もう押しのけて、でも取って、さばいてほしかったなと思います。で、最後ね、この、決勝点で5点目か、5点目となったサードゴロの間の得点なんですけど、まあ、サードに高いバンドが上がって、まあ、坂倉選手は1塁送球したんですけど、ちょっとね、ホーム投げたらどうだったかなというタイミングですね。フォースプレーだったので、もしかしたらアウトだったんじゃないかな、1点防げたんじゃないかなとも思いましたが、まあ、しっかりアウト1つ取るというところで、まあまあまあ、そこもね、どうなってたか、まあ、たらればですけど、まあ、そういう細かいミスが、ちょっとね、ヤクルトね、なかったのでね、守備のミスなくて、というかね、逆にね、村上選手とかファインプレーあったのでね、そういうミスの差もあって、まあ、引き分け、まあ、差もあって引き分けっていうのもおかしいんですけど、まあ、ミスがあったので勝ちきれなかったという印象ですね。で、今日のアンダーソン投手です。アンダーソン投手、平均148キロ、マックス151キロでした。今日は投球割合ね、前回と大幅に違います。ストレートが 36%、スライダーが 35% と、変化球のね、割合かなり増やしてます。前回はストレート 62% で、2軍でもこのストレートほとんど 60% 以上投げていましたが、組み立て大きく変えてきました。で、詳しく見るとストレートで空振りが取れていないという状況。で、逆にカーブで空振り取れたり、ボンダにするというので有効的だったかなと思います。で、まあ、今日まとめますとね、ストレート、ね、ストレートの強いヤクルト打線に対してね、今日はストレートあえて減らしていたかなと思います。昨日もね、森下投手10本ヒット打たれて全部ストレート取られていて、
本当ね、ストレート狙ってきてるのがもう丸分かりというか、それでしかも捉えてくるのでね。なので、まあ今日もあえてストレート減らしているかなと思います。で、まあそんな中ね、スライダーを多く使ってなんとかねかわしていたかなと思います。まあ相手のヤクルト打線の山田選手とかもこのスライダーなかなか対応できてなかったので、いいキレしてたのかなと思いますが、まあでもやっぱりストレートっていうのはどこかで投げないといけないので、このねストレート、得意のストレートで空振りが取れなかったっていうのがね、今日きつかったかなと思います。まあ逆に言うとカーブで空振り取れていく、いたので、今後のねピッチング組み立ててもっともっとカーブ混ぜてもいいのかなと思って、まあそこは収穫かなと思います。で、まあ今日はね、まあ5失点してるんですけど、まあ不運な当たり、まあその山田選手の内野安打も不運な当たりですね。それで直後村上選手にホームランと。で、まあこのまずい守備っていうのも、さっき言ったマクブルム選手のミスとか、まあ坂倉選手のちょっとわからないけど判断ミス、そういうのもあって5失点っていうことで、まあまあちょっとそのミスを考慮すると、まあ4失点、まあ変わらないですけど4失点ぐらいで収められていたのかなと思います。まあでもね、6回はねちょっとね高めにストレートとか変化球集まってしまっていて、そこを集中打されて、逆転されたというところだったので、ね、まあ、そこのスタミナっていうのはね課題かなと思います。まあ、5回と3分の2投げて、今日も102球ですね。ちょっとね100球前後が課題ですね。まだちょっとね来日して2軍でも長いイニング投げていないので、まあ、ここは仕方ないかなと。で、1軍でもまだ2回目の登板なのでね、まあ、今後そのスタミナ面でも改善されていくということを期待したいと思います。まあ、今日はね、まあ、成績で見るほど悪くはなかったかなと思うので、まだ次回もね、期待してみたいと思います。では5月15日の粘った中継ぎとしてね、まずちょっとね、僕が個人的にお気に入りというか、この2人のピッチング、ちょっと良かったなと思うんですけど、まあ、まず矢崎投手ですね。矢崎投手、まあ、ストレートとスライダーとフォークだけというところで、まあ、ストレートはね、平均で150キロ出てていいですね。まあ、でもね、やっぱボール先行ですね。ボールが多くなってます。でもまあ、ストレート、捉えられてなかったですね。ヒットにされていないので、まあ、ストレート、ストライクにも入ってましたし、で、ファール6球というところで、まあ、ある程度ね、ゾーンに入っていたかなと思います。で、ゾーンに入ってもヒットにされない、捉えられない、ヤクルト打線、ストレートの強い中でも、打たせて、ファールにされていたというのは良かったかなと思います。で、フォークとスライダーでもね、カウントは取れていたかなと思います。で、まあね、今日の矢崎投手ですが、まあ、同点の7回に登板して、まあ、先頭をね、フォアボールで出塁させてしまいました。で、まあね、でもね、このストレートに強いね、ヤクルト打線に対して、ストレート捉えられなかったっていうのはね、自信になるかなと思います。でね、フォアボール上等のピッチングはヒヤヒヤするが頼もしいというところで、本当ね、フォアボールにね、物おじしない、いい意味で物おじしないので、まあ、今日も1イニングで2個フォアボール出してるんですけど、まあ、しっかりと無失点で抑えましたね。あの村上選手に対してもね、フォークでセンターフライ、ちょっとヒヤッとしましたが、フォークで、抑えていましたし、で、最後ね、宮本選手もちょっとね、センター抜けるんじゃないかなっていうところだったんですけど、まあ、スライダーを打たせて、まあ、うまくショートがさばいてショートゴロだったので、まあ、良かったかなと思います。で、今日のね、起用、同点の7回に登板してるので、もしかしたら次回以降、勝ちパターンでの起用も考えられているんじゃないかなと思いますが、まあ、個人的にはね、まあ、今日の試合後に、防御率 1.74 というふうになって、まあ、フォアボール出すけど、抑えるピッチングできているので、まあ、いいんじゃないかなと。思います。ちょっとね、楽しみだなと思います。見る方はね、もう毎回ヒヤヒヤドキドキするんですけど、まあ抑えてくれたらいいのでね。まあ今日は本当にナイスピッチングでした。で、続いてね、薮田投手ですね。今日は延長11回に登板した薮田投手。本当ね、簡単にストレート中心にツーアウトポンポンと取ったんですけど、まあその後ボールが先行してフォアボールになったり、でヒット打たれたりというとこだったんですけど、まあ最後はこのツーシームを打たせて抑えるというピッチングでした。なので、まあ、今日はね、まとめますとね、ボールを低めにね、集めていて、まあ、先頭打者と次の打者は、簡単にツーアウト奪えたかなと思います。2人目の打者なんかね、ストレート低めに決まって見逃し三振だったので、いい球でした。で、まあ、ツーアウト後はフォアボールを機会にピンチ作っていましたが、まあ、最後はね、山崎選手、低めに沈むツーシーム打たせて無失点切り抜けていました。で、やっぱり前世紀ほどのね、ストレートの球威がないので、やっぱ低めにカットボールとツーシームっていうのを集めることが重要かと思います。で、最後の山崎選手のツーシームも低めに集まっていたので、ピッチャーゴロになったというところで、まあ、あのね、見逃し三振のところも低めに集まっていたので、手が出なかったというピッチングだったと思うので、まあ、次回以降もね、こういうピッチングできればいいんじゃないかなと思います。今日は1回投げて被安打1、奪三振1で自責点0というピッチングでした。ナイスピッチングです。はい、続いてターリー投手ですね。ターリー投手、昨日打たれてしまって敗戦投手になったんですけど、今日はね、ちょっとね、フォアボールでダンダン出した後、開き直ったのか分かんないですけど、良かったですね。はい、このスライダー、ストレート、カーブで全部で空振り取れていたので、良かったかなと思います。で、まずね、今日ね、まっすぐで空振り取れたってのが大きいですね。村上選手に対してまっすぐで空振りをね、2つ奪えていました。これね、本当にでかかったかなと思います。いいまっすぐでした。で、まっすぐね、やっぱあえて高めに投げるのがいいのかなと思いましたね。昨日の村上選手にはちょっと真ん中の高さのストレートをホームラン打たれて、で、今日も先頭の山田選手には真ん中付近のまっすぐをヒットにされる。で、前回ね、佐藤輝明選手を抑えた時も高めに、行ったまっすぐに
佐藤輝明選手空振りとかしてて、今日も村上選手高めのまっすぐ2球空振りしてるので、まあ、あえて高めに投げる方がちょっとリスクはあるんですけど、いいのかなっていうのを印象を受けました。で、塩見選手に対してはこのね、スライダーとカーブがね、ゾーンに決まって本当に良かったですね。で、ゾーンに決まって空振り取れたり、ファール打たせたりしていて、最後もね、カーブ、ゾーンに決まって、まあ、空振り三振というところで、やっぱりこのね、活躍の鍵はスライダー、カーブのクオリティ次第かなと思います。やっぱストレートだけじゃさすがに限界があるので、この今日みたいにスライダーカーブが決まれば、まあ、いいピッチングできるんじゃないかなと思います。で、本当に村上選手にね、昨日打たれたリベンジできて良かったかなと思います。まあ、今日は1回投げて三振も2個奪ってますし、まあ、坂倉選手の、ね、盗塁阻止にも助けられたっていうのはあるんですけど、まあ、無失点に抑えてナイスピッチングでした。はい、で続いて森浦投手ですね。森浦投手は10回に登板しました。10回登板して、今日もね、まあ、先頭を出してしまったんですけど、しっかり無失点に抑えてくれました。今日はね、チャンジアップでも相変わらず空振り取れてますし、カーブでね、カウント取れたっていうのも良かったかなと思います。で、まとめますとね、先頭山田選手を歩かせて、さらにすぐ盗塁されて無視、ノーアウト2塁というピンチ迎えたんですけど、で、ピンチでね、苦手の左打者の村上選手ということで、まあ、申告敬遠とかも一つの手だったと思うんですけど、しっかり勝負して、で、最後ね、チェンジアップを打たせてレフトフライに打ち取るという、これは良かったですね。非常に自信につながるかなと思います。で、中村選手とオスナ選手、得意の右打者に対してはチェンジアップを使って無失点に抑えていました。で、ピンチにもね、同日苦手の左打者を抑えた。で、右打者には相変わらず強いということで、右打者はね、まだ今年10打数1安打なので、いいピッチング続けています。というね、こういう特徴があるので、ひとまずね、セットアップはやっぱり森浦投手かなと思いましたね。まあ、フォアボールもね、そんな荒れたというか、まあ、3-2 から、まあ、最後も際どい球だったので、まあ、良かった、悪いんですけど、まあ、そこまで悲観する内容ではないかなと思います。今日みたいなピッチングして、左打者も抑えれるぞとなれば、本当8回で固定して、しっかり結果残してくれるんじゃないかなと思うので、次回登板にも期待したいと思います。最後にカープの次の試合です。カープは17日、巨人戦が宇都宮地方球場であります。予想先発、カープ床田投手、巨人山崎投手じゃないかなと思います。注目ポイントですが、巨人ビジター戦、今季初勝利になるかということで、前回ね、東京ドームで3連敗した相手になりますが、まあ、上位進出するにはね、この巨人にも負けてはいけない、勝たないといけない相手です。で、先発はね、早くも巨人戦4度目の登板の床田投手かなと思います。で、防御率はね、対戦防御率 2.45 と相性はいいですね。まあ、でも4度目って多いですね。ちょっと日程どうなんだっていうのはあるんですけど、はい。で、まあ、勝つためにはね、西川選手の復調が必要不可欠ということで、ヤクルト戦で無安打に終わってしまったので、なんとかここで復調してほしいなと思います。で、この先発に関してなんですけど、まあ、大瀬良投手もあるかなと思ったんですけど、笹岡監督がね、もう大瀬良投手についても、一回飛ばすっていうことを言ってて、まあ、完投とかしたりね、球数投げているので、ここはね、一回休養させて、次に向けてしっかり調整する期間にしてほしいというので、まあ、火曜日大瀬良投手はないですね。なので、金曜日大瀬良投手のままで行くということなので、まあ、ここも変えずに、火曜日床田投手で、水曜日栗投手、そして木曜日エント投手ということになるんじゃないかなと思うので、しっかりね、勝ち越してほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は中継ぎ陣の踏ん張りもあり、見事引き分けに持ち込むことはできました。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、ガツガツガツ、カープ頑張れ。